春日神社は岐阜県関市にある神社、石炭屋の守護神。霊祭には古典芸能、同時夜行が能舞台で奉納される。また、この霊祭に使用される能装束類は昭和31年に重要文化財に指定されており、毎年10月第2日曜日のハモの祭りなどで特別公開されている。同じく使用される能協言面は、 平成22年に重要文化財に指定されている。鎌倉時代に、大和の国から何人もの単野投稿が関に移り住んだ。昭和元年その大和単野の出身者である金重と金長は関単野を相談して、奈良の春、日大明神を勘定して関単野の守護神とし、創建したと言われている。その後、投稿孫六県元等の登場により、 関の刀鍛冶が日本全国に知られることとなり、霊祭が盛んになる。影響5年初代孫六金行が元主となって同地に再建。農舞台室町時代、境内に、日和田吹きの農舞台を混流。舞台芸能をお祭りに取り入れて、毎年正月、祭事能として、神捧ぐ能を行うようになる。応援2年間、吉木与次郎が関関谷七竜を代表して、 大役を務めたのが始まり。境内の東北に位置する、この建物は、耐震並びに耐火を考慮し温度調節機能を備えた文化財収蔵庫である。農商族類などの重要文化財が保管されている。昭和33年春工。石炭屋七流山和炭屋の出身者、前帝、奈良、三阿弥、徳永、徳院、両県、室屋の、閣流派。 刀名熱ね,ね。岐阜県、2013年5月12日閲覧。道者公、岐阜県、2013年5月14日閲覧。ありがとうございます。